はい、こんにちは、116インズです。今回は大変頭の悪い話をしますが、どうか最後までお付き合いいただけると幸いです。まずその前に、先日ですね、レッツのトレバー・バウアーがツイッターでちょっと面白いつぶやきをしていたんですね。というのも、バウアーが FA での移籍先を30球団に絞ったという、まあ、いわばネタツイに対してですね、バウアーが反応しまして、おいおい、ベイスターズとホークスはどこだよとツイートしたんですね。要するに、移籍先の候補は30球団だけではなくて、NPB のベイスターズとホークスも含まれているという発言になるんですね。で、昨年バウは来日したんですけれども、その際に引退する前ではない、どこかの時期において日本球界でプレーしてみたいと、将来の NPB 入りにかなり前向きな発言もしていましたし、で、今回のバウのつぶやきを受けまして、ベイスターズの公式も反応して、ラブコールもしていましたので、これはもしかしたらベイスターズにバウが来るという展開もあり得るんじゃないかというところなんですね。ただバウアーさん、安く来ることはまずないでしょうね。今シーズンのバウアーの年俸は162試合換算で1750万ドル、1ドル105円換算で約18億3700万円の、まあ、なかなかのお給料をもらっている選手なんですね。で、今季のバウアー、皆さんご存知の通り大活躍しまして、60試合シーズンとはいえ防御率 1.74 はリーグトップ、そして100奪三振はリーグ2位の成績となっておりまして、バウアーのキャリアの中でも最高の1年となりましたし、今季の NL サイヤング賞も十分狙えるような成績を今季バウアーは残しています。まあ、FA 前最後の年に最高のシーズンを送ったという形になりました。そうなると FA ではかなりの契約をゲットできると見込まれていまして、バウアーはかつては単年契約しか結ばないと発言したこともあったんですが、仮に来シーズン単年契約を結んだ場合、サイヤング賞レベルの翌シーズンの先発投手を雇うためにはかなりのお金が必要となってきまして、おそらく昨年ゲリットコールがヤンキースと結んだ契約の年平均である3600万ドルクラスにはなってくるんじゃないかと個人的には考えています。3600万ドル日本円にすると大体37億8000万円ということで、もう途方もない金額になるわけですよね。じゃあこの金額をベイスターズが払えるのかという話なんですが、ベイスターズの今期の選手総年俸は大体30億円前後と言われていますので、全選手を解雇したとしても、どう頑張ってもバウアーの年俸を賄い切ることが現状のままだとできないんですね。まあ、よくて今期のタイラー・オースティンの年俸1億円ぐらい、あるいは頑張って2億円ぐらいが今のベイスターズにとっての限度になってくるんじゃないでしょうかね。仮に何もかもを投げ打って37億円バウアーに対して用意したとしても、これが回収できなければベイスターズという球団は立ち行かなくなってしまいますので、遅くとも来シーズン中にバウアーの年俸分を賄い切るぐらいの増収を図らなければなりません。最も一般的な方法としてチケット収入を増やすという策があると思いますが、今年はともかくとして、ここ数年の横浜スタジアムはほぼ全試合満席の状態ですし、また横浜スタジアムはウィング席を新設して最大収容人数を増やすという策もすでに打ちましたので、なかなかこれ以上の改善は難しいと。じゃあどうするのかということで、いろいろと考えてみたんですが、もうビール売りまくるしかねえなという発想に至りました。やっぱり野球場といえばビールですよね。特に暑い時期なんかはビールを飲みながら野球の試合を見るというのはとても幸せな瞬間だと感じている方も多いんじゃないのかなと思いますが、野球場のビールというのはどうも利益率が結構高いらしいんですね。調べてみたところ 25% から 30% ぐらいの利益率があるらしいと。ベイスターズはハマスタで球団オリジナル醸造ビールを販売するなど、ビールにも結構力を入れている球団ではありますので、ここでビールを売りまくってなんとかバウアーの年俸を賄いたいなと考えました。まあ、要するにファンの力を借りてバウアーの年俸を支払うという策ですね。ということで、35億円の増収を目指してビールの方を販売していきたいと思うんですが、そもそも球場での年間のビール販売量ってどんなもんなんですかね。ベイスターズの横浜スタジアムでの販売状況に関しては調べても出てこなかったんですが、別の球団ホークスの年間のビール販売量がネットで調べたら出てきまして、これ2018年の数字とはなるんですが、当時のヤフオクドームで95万9957杯がホークスのヤフオクドームで行われた試合の1年間で売れたビールの総量らしいんですね。この年ヤフオクドームで行われた試合の観客動員は240万2397人でしたので、単純に割ると1人当たり約 0.4 杯ビールを消費していることになります。まあ、0.4 と聞くと少なく感じるかもしれませんが、観客動員数の全員がビールを飲めるわけではないですし、飲めるけど飲まないという人も当然中にはいますので、そんなにおかしくはない数字なのかなと感じました。この年のヤフオクドームでの1試合当たりの平均観客動員はだいたい3万6000人ぐらいでしたので、1試合当たり1万4500杯ビールが売れているということになります。結構売れるもんなんですね。ではこれをベイスターズに当てはめてみましょう。
ベイスターズは昨年横浜スタジアムで72試合を行いまして、合計で228万3524人を動員しました。先ほど2018年のヤフオクドームでの1人当たりのビール消費量は 0.4 杯と算出できましたので、客層やビールの売れ行きは本来違うものだと思いますが、これが変わらないものと仮定すると、横浜スタジアムで昨年1年間で91万3400杯ぐらいが売れたんじゃないのかと推定できます。昨年の1試合当たりの観客動員はだいたい3万1700人ぐらいでしたので、1試合あたり1万3000杯弱ぐらいが売れているんじゃないのかなと考えられます。1年間で売れるビールの総量が分かりまして、で、野球場のビールはだいたい1杯700円ぐらいが相場となっていますので、これをかけると1年間のビールによる売り上げは約6億4000万円となります。少し前に利益率が 30% ぐらいと話しましたので、球団に入ってくる利益としてはだいたい2億円弱ぐらいになってくるんじゃないでしょうかね。まあ、ビールだけの売り上げと考えるとすごい額だなとは思う反面、バウアーの予想年俸である30億円以上を賄うためにはまだまだ全然足りていないということになりますので、次からベイスターズファンの肝臓がどれだけ努力しなければいけないかというところを見ていきたいなと思います。普通に考えてビールの利益をすべてバウアーに回すわけにはいかないとは思いますが、ここではすべてバウアーに回すと考えると、利益率 30% のビールで35億円の利益を叩き出すためには売上として117億円必要なんですね。で、117億円売り上げるためには700円のビールをですね、1671万杯も売らないといけないんですね。先ほど1年間の横浜スタジアムでのビールの販売量だいたい90万杯と推定しましたが、もう桁が2つも違うんですよ。で、この1671万杯を売り上げるために、来シーズンレフト側のウィング席も含めて、最大収容人数3万4000人程度となった横浜スタジアムが、毎試合 99% 程度稼働したと仮定すると、1試合あたり3万3600人が来場し、これが19年と同じ72試合を行った場合、241万9200人が来場することとなります。ということで、1人当たり必要なビールの消費量は、約 6.9 杯、まあ、大体7杯必要ということになりますね。まあ、普通の飲み会でもビール7杯は結構きついなと個人的には思ってしまうんですけれども、これは横浜ファンの肝臓が相当試される1年になってくるんじゃないでしょうかね。皆様、バウアーのために肝臓を捧げる用意はできているでしょうか。ということで、ファンの健康を犠牲にすれば、バウアーの来期年俸を賄うだけの増収は十分可能となったわけですが、ただ球場で従来のおそらく17倍ぐらいビールを飲んでいただかないと、バウアーの年俸は賄えないということになりますので、非常に高い目標が設定されたということになりましたね。まあ、個人的にはバウアーのためなら、ちょっと頑張って球場でビール飲もうかなと思ったりもしましたが、まあ、なかなか難しい目標ですよね。おそらくこの FA でバウアーが日本に来ることはまずないとは考えていますが、いつかバウアーのピッチングを日本でこの目で見てみたいなと思っています。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今回はですね、本当に頭の悪い計算にお付き合いいただき本当にありがとうございました。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味を持たれた方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。Thank you.